まだ10年くらいだが、シャワーヘッドが止まらず、インテリアバーからスライドハンガーが滑り落ちてしまう。洗っていると、シャワーヘッドが頭に落ちてくる。スライドハンガーの固定ネジがバカになってしまっている。修理はできない、同型のもので交換とする。スライドバーを外して、新規のバーを当ててみると、固定するネジの位置がぴったりと合っている。これはスムーズに取り付けを終えるかと思ったが、どうもネジがうまく止まらないのだ。いろいろとやってみるがダメだ。よく見ると、ボード用アンカーを使っている。既存のビスを外した時に、アンカーが取れてしまったのだ。手持ちのアンカーをいくつか揃えて、ボードの厚みに合わせたものを挟み込んで取り付けを完了した。シャワーヘッドの握りのところにストッパーがあると使いやすい。